こんにちは。返信動画を送らせていただきます。今回もプライバシーに配慮しながらいただいたメールに対して返信していきますね。で、まずは FX の学び方なんですけども、 FX をね、やってみようと決断して、それなりにこう学んでいく段階を経ると、どうしてもリアルタイムチャートが気になるのは、これはもう仕方がないことだと思います。ただしね、今すぐトレードするわけではないんだったら、特に見ることはないかなと思います。もちろん見ちゃダメだよって強制するものではありませんけども、まあ焦って口座を開いたりとかね、する必要はないです。目安としては、FX をやるぞ、学ぶぞって決めて、最初の3ヶ月はとにかく基礎用語の暗記だけすればいいと思います。基礎用語の暗記が不十分な中で、チャートを見ても、まあほとんど意味がないですね。言ってみれば、運転免許証を取るための勉強もせずに、運転免許証も取らずに、路上に出て自分一人で運転するようなものなんですよ。もちろん交通量が少なければ事故に起こるケースはないと思いますけども、まあとっても危険ですし、やってる方もおっかなびっくりでしょ。だからスリルは味わえますけども、ただチャートを見てもちんぷんかんぷんだと思うんですよ。ですんでね、やっぱり物事には段階がありますので、まあ学び始めて最初の3ヶ月を目安として、とにかく基礎用語を徹底的に暗記できたかなっていうところにエネルギーを使っていただければよろしいかと思いますし、もし時間が空いたんだったらね、生活をまあいろいろと足場を固めていくとかね、普段のお仕事に、まあエネルギーを集中したりとか、整理整頓したりとか、健康状態を作ること、人間関係を作ること、こういった方を優先した方がいいと思います。で、大体3ヶ月ぐらい過ぎると、今度はテクニカル理論をね、しっかりと覚えていくことになると思います。テクニカルってのは公式のことですから、このあたりから実際のリアルタイムチャートを見てもなんとなくものがわかると思うようになるんですよ。ただしそんなに一生懸命見なくてもいいです。テクニカルっていうのはね、やっぱりこう図形によって次の図形を予測するっていう、まあそんな学び方ですから、そちらの公式をしっかり覚えていただいて、たまにリアルタイムチャートを見てね、あ、もしかしたらここではこういう動きがあるのかな、もしくは誰かの解説を聞いて、なるほど、確かにそういうふうな解説を聞いてみると、覚えた基礎用語やテクニカルがこういうふうに使えることが分かったぞっていうふうにね、そういうふうに検算していただければいいのかなと。そして大体半年が過ぎたあたりにデモトレードをしたりね、それから実際に少額トレードを始めていくっていう流れになるんじゃないかなと思います。焦らなくてもいいっていうのはどういうことかっていうと、FX を始めたってことはね、おそらく5年とか10年とか、もしかしたら15年とか20年、FX から常に利益を取り出す、そんな毎日を送るようになると思うんですよ。ということは、最初の半年とか1年で、リアルタイムチャートを見なくても、これから嫌というほど、それこそ毎日リアルタイムチャートを見るようになりますんで、逆に言うと、基礎をしっかり学べる期間って、スタートした最初の1年目ぐらいしかないんですよ。もちろん今でも基礎用語をね、やり直すことは私でもありますけども、じゃあ FX を始めるぞって決めた最初の数ヶ月とか数年ぐらい基礎を固めた時があるかって言ったら、そこまではもうやんないですね。やっぱり1年経てば1年後の、2年経てば2年後の、3年経てば3年後の新しい自分の社会的役割とか意欲とかね、やり始めたものとかやめていくものっていうのがあって、もうね、数年後っていうのはね、FX をやめないというふうに決めても、FX 以外のことがいろいろと自分の人生や暮らしに関わってくるんですよね。特に50代を過ぎて FX を始めた方、多分ね、家族関係も変わってくると思います。お父さんお母さんいつまでも元気とは限りませんし、葬式を出すようなことになるかもしれません。これは避けがたい現実ですけども、兄弟や親戚や知り合いもますます寿命に近づいてきて、50代から60代、60代から70代に自分が変わる今後10年20年で、嫌というほどね、葬式を目の当たりにすると思いますよ。そうなった時に FX を落ち着いてできるような精神力があるかどうかっていうと、分かんないですよね。だから今まだ日々がそんなに変わらないうちに、基礎をしっかり足場固めしておいて、数年後にやり直すことをね、必要とならないようにしていきたいと思いますし、で2年後とか3年後はとりあえずチャートの前にこうやってね立てば、利益を取れるような形に今日もなっているっていうふうに自分の人生をセットオンすることだと思います。さもなければ
2,3 年もやらないうちに退場ってことになりますし、ひどい時にはね5年やっても勝ち越すことができないみたいなドツボにはまっちゃうんですよね。だから本当に最初のスタートダッシュを間違ってはいけないかなと思いますんで、まあ、私はね基礎を固めること、これを強くお勧めしますね。だいたい FX は儲からないっていうふうに言う人って、その人は FX で勝ってないし基本的な基礎用語も覚えられてないんですよ。だから勝てなくて当たり前です。でも世の中には FX でねきちんと生計を立ててる人がいるっていうのはどう考えても認めざるを得ないといけないとこでしょ。まあ私のことをね信じろってわけじゃないんですよ。ただ私が FX でもしね稼げなくても、じゃあ地上に FX で稼げてる人は0人なんですかって言ったら、それこそ山ほどいますからね。そう考えたらね、なんかその FX にせっかく可能性を持ったんで自分も勝ち越しの方に進んでいくぞっていう気持ちをねいつまでもなくさないでもらいたいなと思います。ではここまでをまとめますけども、XM 証券で実際のチャートを見るということもしていった方がいいですか。これは今日しなくてもいいですけども、嫌でも数ヶ月後から生涯そうなります。はい、まだ基礎の段階なので何もしていませんが、どうした方がいいかなと思ってます。最初の3ヶ月はとにかく暗記に努めていただければいいと思います。暗記できた段階で次の段階に進む、まあテクニカルをね勉強していくっていう形で、まだリアルタイムチャートを見てもできることは少ないと思います。それでも気になるようならね、チラチラと見ていただく、そのぐらいでいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、でいろんな出来事が人生に起きますよね。パソコンが故障したりね、エアコンが故障したり、自分の体が故障したり、自分じゃなくても自分の身近な人がね体調を壊したり、なんだったら事故を起こしたりとか、いろいろありますんでね、いろんな想定をしておいて、そのための準備をしておく、時間をいくらあっても足りないということでございます。今日も早速朝10時ぐらいになっちゃいますね。午前中がほぼ終わったんじゃないかみたいな、そんな感覚になっちゃいます。はい、でライブ放送すると結構楽しいですよね。特にコメントを書いてくださることをね方がいるってことはありがたいですよね。ライブ放送をしていてもコメントもつかないし、視聴者数もゼロみたいな中でやるのは結構ね心に応えると思いますけども、それでも続けていくうちきっかけが現れるもんです。でライブ放送に誘導してくださるようなね、まあ、先輩 YouTuber さんがもしいらっしゃるとしたら、もう大いに甘えていただければいいと思います。で私も勝手ながらねチャンネル登録は1万人を超えてます。おそらくほとんどの YouTuber さん、1万人以上のチャンネル登録の人に紹介してもらうことって生涯ないと思いますし、チャンネル登録が1万人以上の方とコラボの動画なんてね対談なんてしないと思います。だから私との出会いをそんなに影響力がないと思っていても、曲がりなりにも1万人以上、1万6000人以上のチャンネル登録がいる人と対談をするっていうのはもう二度とないと、私以外には考えられない、それこそ広告料を払わない限りできないことだっていうふうに思っていただいて、大きなチャンスというふうに、考えていただければ新しいチャンスが必ず来ます。で、やっぱりブランディングとしてね、チャンネル登録1万人の人と私は対談をしたらこうなったよっていう風な動画もこれからどんどんね撮っていくといいと思います。そうなるとそういった切り口から、あ、じゃあ自分もチャンネル登録多い人に対談お願いしようかなみたいな気持ちになったりとかね、で、じゃああなたに対談お願いしたいんですっていう風に、1万人のチャンネル登録がある人と対談した人と対談をしましたよみたいなね、その影響力を二次的三次的に借りたいっていう人がいれば大いにね答えてあげてほしいと思います。はい、で青い海という天然塩ね、はい、自分がこれはいいなと思った塩に出会えたらその塩をね使っていただければと思います。で私はねいろんなジャンルを扱ってますので、視聴者さんがドカーンと増えるってことはあんまりないと思います。ただそれでいいと思ってるんですよ。通常ねやっぱりこう20名弱、少ない時で10名弱のこのねライブ視聴者さんがいますけども、時間も時間ですしね、で私もねチャンネルのこの拡大を狙ってるわけではないんですよ。私が扱えるチャンネルの規模はだいたい1万人前後だと思いますんでね、自分の力量に応じてそのマーケットが広がっていくと思いますし、特にね私はプロモーションもかけてないし、編集動画とか釣りの動画とかも作ってないんで、本当自由気ままに自分の暮らしを360度いろんな角度からね動画にしてるだけなんで、これはねはっきり言ってファンはそんなに増えないと思います。
ただしですよ、私という人間と関わってくださる方、テーマじゃなくて私という人間と関わってくださる方が今いらっしゃるのかなと思ったら、それで私は十分かなと思ってます。またね、何かによって自分のチャンネルを拡散したいと思った時はそれなりの仕掛けをすると思いますけどもね。私も上級アフィリエーターですんで、チャンネルをね拡大しようと思ったらそれなりの作戦は立てれます。今その気がないだけなんでね、まあ10万人ぐらいはね、生涯で1回ぐらい狙ってみたいなと思いますけどもね。10万人ともなるとちょっと私も前人未到の世界ですね。はい、じゃあ今日はそんなところで挨拶を終えたいと思います。ありがとうございました。